にちは、フラワーアーティスト陣です。今日はこのかぼちゃを入れたアレンジメントを皆さんに紹介します。10月のね、初めに必ずこうかぼちゃの位置があって、そこでこうこんな大きいね、大人3人ぐらいじゃないと抱えられないようなかぼちゃから、こういうプッチーニって言われるこういうかぼちゃまで、いろんな位置かぼちゃがたくさん市場に勢ぞろいするんです。今日はその中でも一番扱いやすいこのプッチーニって言われてるね、このかぼちゃを入れてアレンジしてみましょう。ちょっと線があって可愛いかぼちゃなんですね。で、このかぼちゃは、まあ、僕は食べたことないんですけど食べられるらしいです。なのでちょっと余っちゃったりしたら、かぼちゃを煮るのか、茹でるで食べた方がいいと思います。はい、では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まずこのフォームをね、この器に入れました。まあ今回もこの服部樹皮くんのこの白い器でいきます。この器はなんかこうデザイン性があんまりないんですけど、こういうデザイン性がない器っていろんなデザインをここから生み出すことができます。なので、ね、いろんな、なんかね、重宝します。皆さんもぜひ使ってみてください。まずフォームを入れたら、このフォームのこの周りの面取りをします。ちょっとざっくりでありました。こんな感じで面取りします。はい、そしたらこのかぼちゃです。かぼちゃにこの竹串を刺すんですけど、結構これがね硬くて刺さらないんですね。なので、まあ先にここのところに釘で、硬い鉄釘みたいなもので穴開けるか、ナイフで少しこう先っぽでこう傷つけてあげて、そこに傷つけたところに竹串を刺すとスッと入ります、ね、でこれまっすぐに刺さないで、ちょっとこうハの字になるように、こうハの字になるようにして刺します。はい、はい、そしてまあこのかぼちゃの準備をしたんですけど、まあかぼちゃを先に刺してもいいんですけど、刃物を先にちょっとこの刃物を準備します。これキーリーフですね。でこうこのまんま刺すとすごくこう大きくなっちゃいますよね。だからだいたい大きさをこう把握したらカットします。このように、葉っぱが大きすぎる場合はこれ簡単に裂けるんで、このように葉っぱを裂きましょう。はい、では刺します。次にここにこのクロトンの葉っぱも入れていきます。クロトンも同じように葉っぱを少しこう、あ、少しというか、まあアレンジの合わせていきます。まあこのクロトンの大きさのままで合うアレンジだったらもうそれで OK です。まあ今回はこのぐらいですかね。このぐらいの大きさにカットして刺します。そしたらここで先ほどのかぼちゃですね、かぼちゃを刺します。べったりフォームにくっつけてもいいんですけど、ハの字にしとくとこのように少しこう浮かせることができるんですね。なのでこの高さはちょっと調整してみてください。はい、そしたらここでレザーリーフファンを使ってファンデーションワークをします。皆さんはハロウィンはアレンジとか作りますかね。まあ、だんだんねこうハロウィン熱っていうのが巷ではこう出てきてる気がします。昔ハロウィンなんて全然騒がれてなかったじゃないですか。でも最近でも
どこでもハロウィン、ハロウィンって言ってますよね。なのでぜひお家にもね、こうかぼちゃを入れたアレンジメント一つ作ってみてください。そしたらこうお家でもね、ハロウィンが楽しめます。よっ。